皆さんこんにちは。アシュタンガヨガ神戸の清水誠也です。今日もよろしくお願いいたします。はい、本日は、顔と頭の動かし方について解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。太陽礼拝の練習がこう習慣的になって、太陽礼拝よりもう少し練習したいってなると、その後は、まあ、アシュタンガヨガではスタンディング立位のアーサナの練習に入ります。まあ、アシュタンガヨガに限らず多くのヨガでこの立った状態で、いろんなさまざまな動きをすることっていうのが多いので、流派に関係なく、使えるテクニックだと思って今日は、説明していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、そして、いつも、最初に注意点というか、注意点ですね。はい、今から僕がこのお伝えすることもあくまで、いろんな意見がある中の一つの意見と思って、視聴していただければと思います。参考にしてください。やはり意見が分かれることっていうのも出てきますし、僕は絶対これが正しいよって言いたいわけではなく、僕は今、こういうふうに思っていて、こういうふうに練習を取り組んでますっていうことで、自分の練習のシェアをしたいと思っておりますので、もし意見が分かれてしまった場合、もしくは自分の普段教わっている先生と違うなと思ったら、ぜひ、聞いていただいて、どういう理由でどういうふうに伝えてるかとかっていうのを先生と話し合ってもらえたりすると、より自分の練習、まあ、どういう選択をするか、自分に何が合ってるかっていうのも考えるきっかけになるかと思いますので、参考にしてください。はい、というわけで、早速いきたいと思います。僕自身太陽礼拝が終わった後、こうスタンディングの、伝える時に結構最初の段階でこの頭の使い方っていうのは伝えるようにしてるんですが、まあ、それぐらい重要なことだと思ってます。はい、うまくこの顔頭が使えるようになると、さまざまなアーサナで動きやすくなってくるので、今立ったけどちょっとごめんなさい、また座りますね。座ったままで大丈夫ですよ。まず、3パターンいきましょう。上、右、左、まあこういうこの3パターンの動かし方についてやりたいんですが、まずですね、この顔、頭を動かすのに、顔と頭は首の上についていて、で首ってこう下向いた時に首の付け根に大きい骨ボコって出てますね。これが上から7番目、頸椎の7番なんですが、ここからこう触ってみると上にどんどんボコボコ骨が続いているのが分かりますね。これが首です。でこの首の上に頭がこう乗っかってるんですよ。で、顔を動かす時っていうのはこの首の上に乗っかっている頭の部分を、上に動かしたり横に動かしたりっていうような動き方になっていくので、動かす時に自分の内側をイメージしながら使ってもらえると、動かしてもらえると、なんとなくこうパッとこう向くよりも、向きやすいです。そしてより慎重に、自分の首に何が起きているか観察しやすくなるので、そういったことも踏まえてこう首ちょっと触ってみながら、あ、この首の骨の上に頭が乗っかってるんだな、ちょっと内側をイメージしたまま、まずは右行ってみましょうか。このまま内側から右180度右行ってみましょう。この180度より後ろに行くことっていうのはないし、まあ基本的にそんなに後ろ向けないと思います。はい、で正面から、そして内側をイメージしながら左、このね、左を向くとか前から右を向く、この180度から顔を頭を動かすっていうことはすごく多いので、ゆっくりこうやって動かして、そして例えば、あ、右は向きやすいけど左が向きにくいなとか、その逆だったり、あ、そういえば昔ちょっと事故やって痛めてるなとか、あ、寝違えてるなとか、なんかムチ打ちやったことあるとか、何でもいいですわ。何かそういう過去のことだったり、最近日常生活のことだったりで、違和感だったり、まあ、そういうのを感じる方もいるかと思います。でそういうのを自覚してあげると、まあ、無理しにくくなりますよね。自分でこの練習中に、
頑張ろうと思いつつこうアクセルを踏みすぎてしまうことっていうのは、少なくないので、あけどちょっと私は左側はきついんだっていうことを自覚できたり認識するために、一旦こう自分は180度どっちも向けるかなっていうのを、知ってほしいです。はい、ではこの右と前向いて左ですね、はい、で今度上行きましょう。で上って僕は注意が必要なところだと思っていて、よく頭のてっぺん頭頂部をこう紐で吊るされてるようにってこう、まあ、こうならないようにね、こうまっすぐ上に伸びるためにそういう誘導を僕自身すごく使うことがあるし、僕もそういう誘導を聞いてあふに落ちてるからそれを使ってるんですけど、多分皆さんもクラスを受けたりする中でこう頭頂部を上にこう伸ばしていくような意識っていうのは使うことが多いかと思うんですが、上には伸びてるんだけど、今度そこから上を向くとき、例えば手を上げるときって指ドリスティが指先になるので、親指だったら指先になるので、あの手を上げるときって上を向かなきゃいけないんですが、このままね頭頂部の意識を残したまま頭頂部から下げるみたいな使い方をすると、なんか首に違和感を感じたりとか首が詰まってるように感じる方少なくないんじゃないかなと思います。僕自身すごく感じます。頭頂部を上に伸ばしていって、その頭頂部から降りるとなんか首がきついちょっと怖いっていうのを、または長期的に例えばアップドッグの時に頭頂部こうやったりとか、いつも手を上げる時に頭頂部から長期的に毎日かなりの回数行っていくと、もう不調を感じる人もいると思います。僕は過去に感じたことがあります。その時に首とか頭の使い方顔の使い方ちゃんとしないとなと思ったんですけど、ここでもさっき言ったように、首の上に頭が乗っかってて、なので頭頂部よりもだいぶもう少し下ですよね。中目の裏よりももうちょっと、まあ、もうちょっと下ぐらいなんですけども、この頸椎の一番がそこからこうやって手でやっても触れないですけどね、そこ、中に入っているので指は届かないんですけど、そこから、まあ、イメージしながら、首の一番上から頭を下ろしてあげたりすると、頭頂部を使って下ろすよりもだいぶ楽に自然にこう上を向けると、思います。試してみてください。はい、で、まあよくある、まあ、これヨガの流派によるんですけどね、アシュタンガヨガとかだと上を向くときに体をこう反らせないんですよ。まっすぐ上に伸びていくんですけど、なのであばらの一番下、このあばらの一番下触ってほしいんですけど、あばらの一番下がこうやって浮くと、上にこうやって上がると腰って反るので、あばらの一番下はここから下半身だと思ってここが上がらないように顔と頭をこう動かしてあげると、ここから上のこの辺が伸びたりとか、伸ばしながら頭だけこう降りていくような形になります。これがこう見ながらどこまで行こうかなって言いながらこう、まあばらまで上がってしまうとちょっと反りすぎてしまうということがあるのでご注意ください。太陽礼拝で上向くときや戦士のポーズビラバドラーサナで、上を向くときやウッドカタアーサナ、まあ、さまざまな場面でこの手を上げるときっていうのはこういう使い方っていうのが出てくるので、まず上向くときは頭頂部から動かさないようにした方がいいです、はい、首の一番上から頭をこう動かしていくっていうのを気にしてください、はい、で続いて、右左トリコナ、右左の動かすところですね、何点かあるんですが、まあ右からいこうかな。はい、トリコナーサナとか三角のポーズ、パールシバコナーサナ、斜めに伸ばすポーズとか、ビラバドラーサナ選手のポーズとかではこの正面じゃなくてこう横向くっていう場面が出てきます。これを上手に使ってもらえるとアーサナの入り方や出方っていうのがすごくやりやすくなってくる。で今から僕トリコナーサナ入りますが、この右を向く、これ下方向にしますね、下で、逆にこの左を向くっていうのは今から手を上げるので上っていう言い方をしますが、こうポジションを作ってまずもう、まあ、今これ右を向いてこのまま入っていきますね。で右、ここでいう右っていうのは
下になります。このまま吸いながら手を上げて、今右向いている顔を180度真ん中経由して左に行くと、このドリスティ指先っていうのが簡単に見ることができます。例えばドリスティが指先なんだけど顔は正面向いてる、正面向いたまま眼球で指先捉えに行くとすごいきついですよね。うん、これは単純にこの顔をこういう場面で180度動かしてあげるとやりやすいです、はい、こうやって反対側左側に入っていって吸いながら大きく伸ばしたら顔を180度動かしてドリスティを見に行く。でこのまま上がってきます。そして B とかトリコノアサの B ってすごい難しいと思うんですけど、 B とかも、特にそれがはっきり出ると思います。ポジションを作って、はい、これ僕右側が今度右手下に行くから右側が下ですね、左手が上って言い方しますが、まっすぐ入っていってこのまま今右を向いています。この右肩が下だからね、右を向いていて吸いながら左手を上げて、ここから視線指先この顔だけ上に動かしてあげると、このまま顔の面がまっすぐ天井を向いてて左方向に向いているので指先が見やすい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブでバランスが難しいから、まず先にまたこの左向いてる顔を180度下向けて土台を安定させたらまっすぐ起きてきます。うん、わかりますよね。はい、こうやって顔を動かしてあげるとすごくバランスも取りやすいです。続いてパールシュバコナーサナ、斜めに伸ばすポーズいってみましょうか。どっちがいいかな、こっちでいってみようかな。別に今右左特にこだわってないんですけど、ただマイクがここにあるからこのままいってみますね。はい、入っていきます。これもう左方向、今左手だから最初左向いてるのを途中から、左向いてるのを右向くっていうやり方でいってみますね。はい、左向いてるのを手を伸ばしたら、この左、まあ下ですね、ここから右方向180度右、そして視線は指先、はい、で出るときにはまた、まあ、このまま上がってもいいけど、僕はちょっとこのまま上がりにくいので下を向いて手を下ろしながらこうやって上がってきます。はい、でこのパールシュバコナーサナの皮の使い方って正解不正解とかいい悪いとかじゃなくて2パターンあって、まあ良くないなと思うのは入れると3つありますけど、僕はこれを右を向いてこのまま指先見に視線の指先に持ってくるんですけど、単純にさっきのこの上を向くやり方、このやり方で僕ちょっとこれ苦手な、普段やってないからだいぶこれは苦手なんですけど、まあこうか、このままこうか、こうやって上向く、これで指先を見に行くっていう人も多いですね、すごく多い。で別に首に違和感がなくてそれでいいんだと思うんですけど、これは分かれるところなんじゃないかなと思ってます。はい、なのでご自身で、試してみてください。僕個人的にはもうこのやり方に慣れすぎちゃって、この状態から変か、まあこの状態からこうやって上向くのをなんか斜めになってて自分のこと客観的に感じれないんですよね。自分の体が客観的にちゃんとこうやって上向いてドリスティできてるかなっていうことがすごく分かりにくいので、僕はこの動かし方で単純に左向いてるのを右を向く指先っていう感じでパールシュバコナーサナを取ってます。でやってほしくないのはこれですね。なんかこれでもない、これでもなくて、こういう感じで指先見に行くと首変ですよね。こうかな。これ多分なんか首が変な感じするな、多分感じると思うんですけど、はい。で僕はなんか上こうやって見ようとするのとこうやってるのが自分でちょっと客観的に感じれないので、こう横使いっていうのでやってます。はい、これは B に入っても同じですね。どっちが見やすいかな、こっちとこっちだったら、いや足変えちゃった方が見やすいか。
これがツイストで、B になった時に今下向いてますね。下向いて左か左方向向いてるのをまた顔だけこっち向き直す。そしたら首も疲れないし、ドリスティ取ったり、こう終わり帰ってくる時にバランス取る時とかも、まあすごく、この首の使い方を意識するだけでやりやすく感じるなと思います。はい、まあ、ビラバドラスラはそのままですね。これがこれなので、これそんなに難しいってことじゃないなと思います。はい、以上顔頭の使い方でした。はい、意外とこのトリコナーサナ、パールシュバコナーサナ、ビラバドラーサナって、アシタンガヨガに限らず多くの、ヨガのクラスで行うことが多いと思うし、僕はそれ以外のスタンディング、アシタンガで出てこないスタンディングのアーサナの練習したことがないので、けどもしかしたら多分他でもいろんな応用が効くのかなと思います。ドリスティどっか見てって言われるときに眼球だけで動かすのってすごい大変なんですよね。もう顔ごとその方向性を見に行った方が見やすいので、そういうふうに考えながら、ドリスティ取りに行ったり使ってもらえると、より5呼吸中5回呼吸してるとき、よりその時に呼吸だけに意識を集中しやすくなるかと思いますので、お試しください。はい、というわけで今日の解説は顔頭についてでした。はい、なんか最後言葉詰まってますが、ぜひ今ここまで見ていただいて、もしあいいな、あそっかなんてこう思っていただいたり、した場合方はですね、高評価ボタンを押していただいたり、チャンネル登録していただいたりするとすごく僕のモチベーションが上がるので嬉しいです。あと概要欄に、アシタンガヨガ神戸のホームページが載ってますので、あと僕オンラインヨガコミュニティ朝ヨガ聖夜っていうオンラインで、ヨガを伝えたりしてますので、そちらもそのホームページで拝見していただけるととても嬉しいです。はい、というわけで、今日もご視聴いただきありがとうございました。引き続き明日の練習も楽しんでください。お疲れ様でした。ありがとうございます。